はい。皆さんこんにちは。ワンダリングルイージです。では今回は、ゲレンの刃、青き推しの覇者、ガルマプレイ続きをやっていきたいと思います。案外にモビルスーツを限定してプレイをしてきたんですけども、前回からズゴックを入れざるを得ないくらいに追い詰められてしまったので、ズゴックを入れていました。で、今回リハーサルを行ったんですけども、ズゴックでももう絶対にクリアできない状況になってしまったので、今回からですね、ズゴック E とハイゴックを入れています。ご了承いただきたいと思います。早速ステージの方に入っていきましょう。増援部隊も入れてなんとかクリアできるっていうね、そういう厳しい状況になってきてますね。特にこのジャブロー攻略戦のステージ4、もうここはどうやっても無理でした。なので、今回ね、ステージ1からやっていくんですけども、ステージ1、2ぐらいまでは割とね、クリアできると思うんですが、ステージ4はもしかしたらこのハイゴックとズゴック E を入れても厳しいかもしれないですね。様子見ながらプレイしていきます。でもここまで来ると敵もですね、NT1 アレックスとかね、そういうモビルスーツ投入してきてるし、パイロットももちろんアムロもいれば、あとプロトゼロとかもいたりしてですね、本当にもう予断を許さない厳しい状況になってます。まあ、ここはね、割り切りでしっかり頑張っていきましょう。特にね、この増援でやってきてくれてる普通のモビルスーツが、ゲルグマリーネとかね、ドワンジとか入ってくるんで、このモビルスーツたちをいかにうまく使うかっていうのがね、一つポイントになってきています。ここをね、しっかり使わせてもらって、ズゴック E、そしてハイゴックで、戦っていこうというところですね。ここもね、貴重な水があるところは水の中に入って、戦いましょう。まあ、ちょっとでもモビルスーツは温存したいので、ここはハイゴックですね。まあ、今までの案外よりははるかに強いんですけど、それでも敵のモビルスーツに比べるとね、やっぱりコストで言うと半分、まあ、すなわち能力的にも半分っていうところですね。で、これが水中適性が高いモビルスーツ使ってるんで、水中だったらね、互角に戦えるんですけど、ひとたび陸上に上がるとね、本当に、まあ、言ってみればカスですね。なんで、まあ、パイロットをうまく組み合わせながら戦っていきます。これ今、NT1 アレックス。プロトゼロが乗っている機体にシャリアブルがハイゴックで攻撃を仕掛けているという場面ですね。まあ、アレックスは強いんですけど、アレックスは格闘が1回しか入ってこない1機編成のモビルスーツなので、ダメージがね、1回で済むっていうのは本当に大きいですね。ハイゴックとかも撃破されると1400ぐらいのコストをかけて、また習得しなきゃいけないんですけど、1機だけしかね、潰されないで済むと、まあ、ある意味では、モビルスーツが壊滅扱いにならないので、新しくね、コストがかからないっていうのが大きいですね。では、ステージ2に行きます。まあ、ここでもですね、やっぱり増援は必要だと思うので、増援は要求していきます。で、プロトゼロがニュータイプ研究所を脱走。連邦軍部隊の追跡を受けているようですと。おう。これは、こちらが確保できたらプロトゼロがパイロットに加わってくれる、そういう流れですよね。パイロットは本当にね、モビルスーツがしょぼい分どうしても欲しいので、プロトゼロを確保しましょう。で、これをね、モビルスーツパイロットとして転用できれば一番いいかな。前線からの報告。強化人間、プロトゼロの収容に成功したということですね。すぐにパイロットとして使えればいいんですけど、プロトゼロ、自称、村雨に関する調査報告です。薬物等やセミアンジによる人体実験か。で、敵意が強く植え付けられていると。うん、人工的なニュータイプですね。まあ、なんとかこれを、再教育して我々のパイロットとして転用したいな。では出撃していきます。カラカスの攻略戦です。こは多少水辺が多いのかな。この水辺はうまく利用しましょう。まあそれでもやっぱり先制攻撃を食らわない方が重要ですからね。そのあたりも注意します。ここもね、増援部隊はゲルグルマリーニ・ドワッジっていうモビルスーツなので、もう彼らをうまく使ってね、ダメージソースにできればいいかなというところですね。で、こっからは自前のズゴック E、ハイゴックで戦っていかなきゃいけないので、きついですね。これがズゴック E ですね。敵のモビルスーツはもうガンキャノンとかね、ガンキャノン2かな、これは。とかになってきてますからね、火力も高いし、防御力も高いしっていうところで、反撃を食らうとね、確実に、落ちていくという状態なので、できればこの格闘でね、敵の前衛を潰せれば、まだ命つながるというところです。ここもクリアはできそうですね。ゲルグマリーネ・ドワンジが本当に優秀で、彼らなしではもう、立ち行かない状態になってるっていうのはね、遺憾ですけど、どっかでというか、もうこの次あたりから縛りプレイはやめて、普通にジオングとかを配備するかもしれないですね。ちょっとそうなったらね、タイトル変えろよっていう話になるんですけど、このガルマ版のエンディングはまだ見たことがないので、それも純粋にね、見たいなっていうのもあるので、途中で掘り出すくらいだったら、ちょっと縛りを解除して、最後までプレイ、する方向に舵を切るかもしれないです。では、次のステージに進んでいきます。報告が届いています。フラナガン機関において強化人間の育成に関する研究が始められたと。すでに被験者に対する強化処理が開始されているという情報です。連邦軍のような非人道的な手段を用いることなく、人為的にニュータイプへの覚醒を促すというものです。これは、連邦軍の方はね、薬を使ったり、催眠使ったりとかっていう話でしたけど、フラナガン機関ではそういったものはやってないよ、と。一応、上っ面は言っているということですね。で、この強化人間の研究に対して、ウォルターは即時中止。ここは、プロトゼロをパイロットとして欲しいので、普通に賛成します。むしろ、絶対賛成してプロトゼロを早く戦場に送り込んでくれっていうのがね、こっちの気持ちですからね。では、このフラナガン機関での強化人間研究、これはね、採用しましょう。頑張ってやってくれっていう方向に、1票を投じていきます。これで、一応強化人間のね、研究は進みますということです。で、次のステージに進むときもですけども、もちろん、次も、援軍を要求していきましょう。増援部隊。では、出撃していきます。サンパウロ攻略戦です。ここは、今までよりは、水のエリアがちょっと多いですが、それでもちょっと水のエリアで迎え撃つっていうよりかは先制攻撃を食らいたくないので、やっぱり1本も2本も下がって敵を待ち受けましょう。ちょっとね、次の回からは縛りプレイをやめて、普通にモビルスーツを使っていきます。ガルバルギーとか強いモビルスーツも開発されてますからね。そういう強いモビルスーツを、ちゃんと配備して、ガルマのエンディングを見ましょう。イセリナとどうなるのか普通に気になりますからね。さて、がっつり雲行きが怪しくなってきましたね。まずは、増援部隊で攻撃を仕掛けて打ち漏らしたところをなんとかさばいていくっていうのをね、ちょっと考えましょうか。これアムロとガルマの戦いですね。アムロもパイロット能力としては断地に強いですからね。できれば前衛を壊滅させておかないと、カイス型の格闘で逆にやられるっていうね、パターンありますからね。この格闘で仕留められるかどうか。残るなよ。よし。この反撃がなければね、残りますからね、味方も。いや、本当にもう各部隊ボロボロの状態ですけど、なんとか、最後は増援部隊のドワッジが仕留めてくれそうな感じですね。ここからはもうちょっと本当に大変申し訳ないんですが、もういよいよ縛りプレイをやめて、普通にプレイをしていきたいと思います。案外で、この青き星の覇者をクリアするのは無理ですね。もうどうやっても。では次はジャブローの本拠地になると思うんですが、ここの攻略を行っていきます。もう縛りプレイはすいません。撤回します。ではジャブローの攻略戦に入ります。ここからはですね、さっき撃破されたズゴックとかハイゴックのところにはガルバルディ、パーフェクトジョングを入れていますので、もう完全に縛りプレイではなくなってます。その点をね、ちょっと皆さんご了承いただいて、その上で、ちょっとお楽しみいただければと思うんですけども、もうここのね、ジャブロを攻略すると、この青き星の覇者ならではの部分になるんですが、ジオンのね、内紛劇の方に移っていくので、ぜひね、このゲームプレイしたことない方は、そのあたりもね、楽しんでいただければなというふうに思っています。ここをね、いかにスムーズにクリアして、AP ポイントを貯めておけるかっていうのもね、攻略の重要なポイントになってきますので、ここはサクッと味方の損害少なくクリアしていければいいかなと思います。増援部隊から動かしていきましょう。増援部隊をね、いくらやられたとしても、こっちには痛手にはならないので、増援部隊をね、まず盾にしながら、味方の損害少なく戦っていきます。ここもドワンジが2つにゲルグマリーネが1つっていう編成ですね。敵の方もね、パイロット強いですし、モビルスーツも強くなってるんですけど、こちらにはガルバルディと、あとはパーフェクトジオング、新しく配備に加えてますんで、そのあたりがね、うまく機能してくれればというところと、ズゴックとハイゴックも相変わらず半分以上入ってるので、油断してると、やり直しになってしまうという悲しいこともあり得るんで、そこは注意しましょう。早速ゲルグマリーネが前衛壊滅したな。水の中に突入するのはね、やっぱりハイゴックとかズゴックとか水陸両用モビルスーツは水の中に突入させましょう。水の中であれば連邦の最新鋭モビルスーツともね、互角以上に戦えるので、水担当ハイゴック、陸担当パーフェクトジオングとガルバルディみたいなね、使い分けをしていきましょう。で、ハイゴック、ズゴックに関しては撃破されたらガルバルディへとリプレイスしていきます。いやー、パーフェクトジオング強すぎる。パーフェクトジオングに今シャアを乗せてるんですけど、パーフェクトジオングの乗ったシャアむちゃくちゃ強いですね。これはパーフェクトジオングに乗ったララーがいます。ここも多分ね、相当強いんじゃないかな。パーフェクトジオングはもう鬼の強さですからね。いや、これは強い。今まで手こずっていたハイゴックとかでズゴックとかがバカみたいにサクッと攻略できそうですね。しかもそこにララーでありシャアが乗っているっていうね、この心強さというところです。ここは赤い彗星のシャアかと言ってきていますね。ここもね、シャアの力を見せつけてやりましょう。シャアはパーフェクトジオングに乗ってます。パーフェクトジオングの攻撃を何機かが残ってますね。ただ、格闘攻撃で前衛は潰せるでしょう。まあ、パーフェクトジオングはそのまま使い続けますけど、もう破壊されたズゴック、ハイゴックは補充しないでガルバルディにね、完走していきます。司令部より連絡。地球連邦政府は我がジョン国に無条件降伏。ようやく来ましたね。本当にアッガイからの縛りはきつかったな。で、この後はですね、イフのシナリオということで、ジオンが内紛を起こすというとこですね。はい、宇宙世紀007912月、後世1年生と呼ばれることになるこの戦いは、ジョン公国の完全勝利によって幕を閉じた。この戦いで全面的な敗北を喫した地球連邦政府は、もはやジョン公国の要求を全て受け入れるしかない。地球連邦政府の支配がもたらした腐敗と停滞の時代は終焉を迎え、新たな覇者ジョン公国により次なる時代の幕が開く。この時誰もがそう予想していた。だが、ガルマ閣下大変ですということで、ここからですね、先ほどからお話しているジオンの内紛劇に発展していきます。デギン陛下が、デギン公王が急死。父上が、と言ってますけどね。これで、ガルマ VS。マクベっていうね、戦いが地球上で起きていきます。ギレン総帥より通信です。ガルマよ、聞いての通り父親。いや、デギン公は見まかられた。お前の気持ちはわかるが、悲しみに暮れてる暇はないということですね。この後はですね、パーフェクトジオング、さらにはガルバルイといった、まあ、狂気隊をね、順次配備して、内紛劇を乗り切っていこうという展開になります。はい。では今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをまたプレイしていきたいと思います。